どうも、てるえもんです。今日なんですけども、普段、土日サムネイルをちょっと作ってるか、を、動画撮っていきたいと思います。私はサムネイルの方を、このパワーポイントでちょっと作っていってました。のような形ですね。なので、どういうふうに撮っていってるのか、作っていってるのか、ちょっと、動画撮っていきたいと思います。まずは、フュージョンの方でこう作ったものあった場合には、色とか、シーンの設定などをして、まあ、レンダリングする場合もありますし、レンダリングせずにそのままイメージをキャプチャーで、でレンダリングした状態だとこの透明な歯茎ゲートにチェック入れれないので、通常のキャンバス内レンダリングの場合、クラウドレンダリングだと透明な背景にできるんですけども、レンダリングしてますね。でクラウドレンダリングってクラウドクレジットってお金かかるので、透明な背景にしたい場合には、まあ、正直こうレンダリングせずに透明な背景にチェックを入れて、これを保存していくという形ですね。ちょっと先ほど保存してあるんですけれども、よいしょ。ちょっと名前かぶないでちょっと保存していきますか。まあ、ここに、キャプチャーをしていきます。で、背景入れた場合には、こちらレンダリングをして、画像保存してたりはするんですけれども。で、保存した画像を、ダウンロードの方にあるので、ちょっと余計なのもいっぱいありますけど。これかな?これちょっとコピーしてきまして、まあ、貼り付けてみると。で、これちょっとすいません。トリミングかな?トリミングで。よいしょ。ちょっと角度とかちょっと違うけどもまた取り直したりとかですね。色とか調整したりはしていけるんですが。まあ、いつもとこの右側に置いてですね。あとはこのフュージョンと、この例と、こちらかな。これちょっと一旦コピーして、こうちょっと一回配置してみると。で、こんな感じですかね。で、今回ここはボタンですよね。まあ、学生ボタン。よいしょ。こんな感じで、ちょっとレイアウトをしてみて。ちょっと名前ちょっとどうかな。ちょっと後で確認して。背景を今度どうしていくかですね。フュージョンの背景を入れる場合もありますし、ちょっと画像検索とかを使ってですね、ちょっと学校っぽいのをちょっと入れてたんですね。例えば今回これでもいいか。同じもので。よいしょ。で、ちょっとこれ再配ですね。持ってきて。で、これも入れてもいいかな。よいしょ。同じでもいいか。こんな感じで。よいしょ。まあ、こんな感じで、ちょっと、サムネイルちょっと作ったりして。で、これを、名前つけて保存で、JPEG とかにして、サムネイルところに学生ボタンっていうので保存して。で、このスライドのみにして、このスライドだけを、保存していったりします。実際はですね、すみません。保存する前にスライドショーですね、してみまして、で、ちょっとまあ全体の、レイアウトとか、状態確認してから、すみません。保存を普段はしてました。そして先ほどちょっといけない保存しましたが、普段はスライドショーにして、あ、こんな感じになるかなっていうのを確認してからやっています。で、あとはですね、まあこちらのパワーポイントにいろんなものが入ってあるんですが、まあ今回も、文字は、そのコピーして持ってきたんですけれども、まあ、例えばこういったところですね。ちょっとこれ一旦コピーして貼り付けておきますけども、ちょ文字だけにしとけばよかったか。例えばこういった文字どうやって作ってるかなんですが、こちらですね。ちょっとコピーして貼り付けていきます。実はこれ文字ですね。こんな風になってまして、こう二つ文字を作ってですね、そこにこう重ねて、ここにちょっと縁を作っていってます。パワーポイントのですね、テキストって、こう、ある程度、こう、縁も作れるんですけども、ちょっと、こう、文字自体が細くなっちゃったりするので、ここにわざ、あえてここにちょっと作ってます。なので、一つ一個文字を作ったら、これが普通に作った文字ですね。ちょっと、字体もちょっといろんなのダウンロードしてきてるんですけども。で、これをですね、コピーしていきます。まあ、コントロールキーを押しながらドラッグしてコピーしていきまして、こちらをですね、まあ、図形描画と。押すとこういったも、右側に目に出てくるので、で、文字のオプションを使って、文字の塗りつぶしだったかな。この辺を、使っていきます。で、ここで、黒。こっちも黒かな。で、こちらの幅のとこですね。こちらの幅を20とかかな。これに少ないにすると、このようになるので、で、こちらをそのまま行くとこう隠れちゃうので、こちらを最前面にして、うまく重ねてですね。ちょっと文字をちょっと作ったりもしています。
はい、そんなところですかね、作り方としては。なので、そういったちょっとも、基本的にはこう、パワーポイントを使ってですね、フュージョンで作ったデータを、まあ、透明な背景で取り込んできたり、フュージョンの背景をそのままちょっと使っていってるっていう場合もありますし、様々ですね、ちょっと、やってるんですが、基本的にこう、パワーポイントでちょっと作っていることが多いというか、ほとんどパワーポイントでこう、中でちょっと作っていってるっていうのがあります。はい。で今回はですね、チャンネル登録者数が、1000人、に行ったということで、ちょっと、まあ、その記念ということではないんですけども、まあ、記念ということでですね、パワーポイントの方で、様々で作っている様子をちょっと、動画、撮ってみました。本当にいつも皆さん、ご視聴ありがとうございます。今後もですね、いろいろ、投稿アップしていきたいと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。はい。それでは今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。